こんにちは、涼子ばあばです。これはあの リリナナさんのワッフル編みを参考にさせていただいて今編んでるんですけど、あのバッグはね、あのインスタとかであの編んであるのをね、アップされてるのをあのよく見たんですけど、すごく皆さんね、あのこのワッフル編みでたくさんあのいろんなねバッグをいろんな色で編んで、あいいな、この編み方いいな、かわいいなと思って、私もなんかいずれはね、あの参考にさせていただいて編もうかなと思っていたんですけど、あの今回あのこの編み方であのスヌードを編もうかなと思って今途中まで編んでるんですよね。でもちょっと気づいたんですけど、ここを間違ってますね。うわ、十何センチ編んだのにほどかないといけない、今気づきました。ここまあほどくからいいんですけど、この編み方であの編むんですよね。今からちょっともうほどきますけど、それである程度こうこの糸はあのピエロさんのソフトメリノ、K100% メリノウール約 40g ですね。で長さが 95m あります。これが在庫としてね、あったんで、まあね、在庫を消費するにはちょうどいいかなと思って、あのこれ毛糸もあの柔らかく肌触りはいいんですよね。それでやっぱり肌触りがいいのはね、首元に使おうかなと思って整理してたら出てきたので、これが今編んでるんですよね。それであのスヌードなんで、ある程度長さ編んで、こっちのこの間あのセリアさんに行って買ったマーブルキャットですかね、この2色はあの買ってたんですよ。それで半分半分、これは長さ半分編んで、あとどっちかこうどっちかの糸を使ってあの編み足してスヌードを作ろうかなと思ってるんですよ。今色選びに迷ってるんですけどね、こっちの色がいいか、これきなりなんですけど、こっちの色がいいかね、こっちの色がいいか、今迷ってる最中です。今あのね、こういうあのモール系はあの冬場はねとっても暖かいじゃないですか。肌にね、肌触りもいいし、だからもうこういうのをバンバン使っていこうかなと思って、一緒にこう編んだらまた素敵な作品になると思って今編んでるんですけどね。だからこれあのバッグでしたらあのぐるぐる編むじゃないですか。だけどこれはあの往復編みしてるんで、バック編むときはこの編み方でずっと表編みでいきますよね。で、うん、だけどあの往復編みなんで、 裏の方もこうね編んでいかんといけないので、ちょっと間違わないように編んだつもりなんですけど、ここにねここ間違ってましたね。筋が入ってワッフルの筋が入ってないですもんね。ここはまたほどいて、最初ここまでほどいてやり直そうかなと思って、さっき気づいたのでせっかくここまで編んだのに残念です。だからある程度あのスヌードなんで長さを編んで、あのこっちのねマーブルキャットを足して輪にして、あのスヌードを完成させたいと思っています。そしてこれはですね、幅が14センチと思ってたんですけど、あ14センチぐらいありますね。だいたいあのスヌードなんでこうね、二重にして、二重にっていうか半分に
半分にしてこう被るじゃないですか。だからあんまり幅広くもいらないのかなと思って、そのくらいの幅でいいかなと思って今編んでるんですよね。だからここまでほどいて、途中経過をまたあれしたいと思う、なんていうんですか、途中経過をまたアップしたいと思います。今日はちょっと短いですけど、スヌードを今リリナナさんのワッフル編みで編んでますっていうご紹介です。短いですけど今日はこの辺で終わりたいと思います。また次回もよろしくお願いいたします。